こんにちは、タクボカリンです。今日は春の私服ルックブックを撮っていきたいと思います。ちなみに身長は157センチ、体重は41キロ、骨格はナチュラルです。この間紹介した、ユニクロやザラの購入品を交えたルックブックとなっていますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速撮っていきたいと思います。はい、まず1コーデ目は大人っぽきれいめカジュアルを意識したコーディネートになっております。これが、コムデギャルソンのロンティーですねに、レッドカードのホワイトのパンツを合わせました。まあ、この組み合わせは定番で絶対外さない組み合わせですね。で、アウターがじゃーん、これがですねこの間紹介した、ザラのブレザーになります。これめっちゃ可愛いよね。形が綺麗なので一気になんかコーディネートが締まる感じがする。で、この靴がカンペールのものでバッグはロンシャンです。この組み合わせめっちゃ可愛くない？で、イヤリングはサンローランのヴィンテージもののやつです。これは彼がプレゼントでね買ってくれました。お気に入りです。じゃーん、どうでしょう、くるっと。結構お気に入りのコーディネートになっております。いい感じに大人っぽい感じだけど、こう作りすぎてない感じ、抜け感があってちょうどいいなって感じの大人っぽカジュアルコーデって感じです。靴可愛くない？これ、あの靴ずれとかも全然しなくてすごいお気に入りです。次、2コーデ目は、あ、ザラのトップス、この間購入品で紹介したものですね。ザラのクロップド丈の T シャツに、あ、こちらもこの間紹介したザラのパンツです。めっちゃ可愛いの、この組み合わせ可愛すぎて、ザラの購入品紹介でもこの組み合わせで見せたけど、またルックブックでもしちゃいました。で、靴はあの絶対に履いてるとどこのですかとか、どこで買えますかって聞かれるニューバランスの、スニーカーです。すいません、ちょっとカミカミで。で、アウターはピヌエのトレンチコートです。これはもう超可愛い、この春一番使うアウターって感じかな。ちなみにね、袖の取り外しができるので、ジレコートとしても使えます。イヤリングは、これはエテですね、エテのもので、バッグはオニューンのシャネルさんです。なんかこれも大人っぽカジュアルって感じかな。で、そう、バンザーってした時におへそがチラッと見えるのもなんか可愛いなーみたいな感じでお気に入りコーデです。キャップとかもかぶったりして、これはプレゼントでね、すごい仲良くさせていただいてる方からもらったプラダのキャップです。このコーデも可愛くない？ちょっとなんか私やっぱりこうやってルックブックとか見て思ったけど、見てっていうかこう撮ってて思ったけど、カジュアルが好きなんだなって思いました。どうでしょうか、チラッと。次、3コーデ目は何でしょうかね。あ、インナーを変えました。これはね、エトレのものだったっけな、確か。で、はい、シャツはユニクロの購入品で紹介したものですね。ユニクロ U のシャツに、マルジェラの安定のデニムです。もう私はこのデニム本当にお気に入り、彼からサンプルでもらったんですけど、はい。で、スニーカーはコンバースの、私にしては珍しく、アイスブルーかな、水色っぽい感じの、はい、色のものを履いてみました。で、バッグはマルジェラさんです。このコーデもなんかちょっと元気っぽくて可愛くないですか？でもなんか子供っぽくもなく、いい感じの大人っぽカジュアル春コーデって感じですね。やっぱビタミンカラーズ。あ、で、イヤリングは、あ、これもエテだ、エテのフープイヤリングつけます。このコーデ本当お気に、まあ、てかね、全部お気に入りなんですけど、今回のルックブックのコーデね、かわいい、なんかすごいいい感じなんですけど。で、シャツをちょっと下の方開けてるんですよ。だからこんな感じでおへそチラって見せるのかわいいなって
思ってます。いい、これいいコーデだわ。ちょっとキャップとかかぶったり、ポニーテールとかお団子したりして、あの伊達メガネとかかけたり、色付きメガネとかかけても良さそう。次は4コーデ目はなんだっけな、あ、これもユニクロのニットですね。に、あ、カーサフラインでしたっけのスカートです。これも新しいんですけど、ちょっとウエストが私には緩かったので一折りしてます。で、スニーカーはアグのスニーカーを合わせました。なんかサンダルとか合わせてね、もっと柔らかい雰囲気にしてもいいんだけど、あえてちょっとスニーカーで抜け感を出してみました。で、アウターはザラの購入品で紹介した、デニムジャケットですね。このデニムジャケットすっごい評判良くて、あの、買いましたとか、買いたいですとか、なんか売ってなかったですもん、来てたね。なんかまだ売ってるといいね。これすごい使えるので、中に厚手のもの着てもいけるから、秋とかもね使えそう。で、このイヤーカフは、H じゃなくて、間違えちゃった、 LAH だね、のというところのイヤリングです。これも結構お気に入りなコーデ、なんかスカートがいい感じですよね。バッグはボッテガです。スカート可愛いわ。で、あ、そう、インナーがね、ちょっとアメスリっぽい感じで中にクッて食い込んでるので、このインナーのチラ見せも可愛いかなと思います。なんかちょっと待って、マルジェラのバッグが宙吊りになっててかわいそう、気づいて。すいません。次、はい、ラストです。5コーデ目は、あ、5コーデ目はあれか、結構デート向きって感じのコーディネートだった気がします。これはあの友達のももちのブランドのリルアンビションのワンピースです。背中開いててかわいい。で、サンダルはザラの購入品で紹介したザラのものです。これサンダルめっちゃ可愛いなって、みんな買った方がいいと思います、歩きやすかったし。で、カーディガンは、ピヌエのニットカーディガンです。このカーディガンもめちゃくちゃ万能なので、こういうワンピに合わせてもいいし、デニム合わせとかももちろん可愛いからいいですよ。はい、で、イヤリングはアイアムナオのパールのイヤリング、これもすごいお気に入りです。バッグはクロエです。え、ちょっとこのコーデ良くないですか。ちょっといい女の子感というか、女性らしさが出てる。で、そう、これね、カーディガンなんか着るよりも肩掛けの方が可愛いかもと思って肩掛けしたんですけど、めっちゃ大正解じゃない。ちょっとモテそうじゃないですか。初デートとかでも良さそうで、実は背中がチラッと見えちゃうんですみたいな、脱いだ時に背中チラッと見えますって感じがいいなって思います。はい、春の私服ルックブックいかがでしたでしょうか。もうやっぱね、春服って可愛いですよね。まあ春も夏も秋も冬も可愛いんですけど、春は春で可愛いなって感じで、心ときめくものがたくさんありました。で、まあ今って花粉とかで結構きつい時期ですけど、好きなお洋服とかときめくお洋服を着て、春を楽しんでくださいということで、バイバーイ。